M107 榴弾榴弾は兵器の一つであり、競技には砲弾の種類、爆発によって弾丸の破片が広範囲に飛散するように設計されている。抗議には21世紀現在は成形作薬弾である対戦車榴弾や粘着榴弾など着弾時に火薬の効果を用いる砲弾や砲弾に限らず爆弾の内部に作薬を詰めたものも、 サすとしての意味合いでも多く使用されている。陸上兵器や関西兵器で使用されている火砲の砲弾は、ほとんどが榴弾と鉄鋼弾に対別できる。鉄鋼弾が高速飛翔する自身の持つ運動エネルギーによって目標を破壊するのに対して、榴弾は内部の火薬が炸裂することで弾柄が破砕され、その破片が広範囲に飛び散り、目標に突き刺さって打撃を与える。 これは攻撃対象の違いにより、鉄鋼弾は戦車や艦船など走行された目標の装甲板を破壊するために使用されるのに対し、榴弾は散開した兵士や停車両、通常の建物などを広く攻撃するために使用される。榴弾砲は局射砲に属する。砲弾は比較的高い角度で発射され、放物線を描いて目標の頭上から落下する。 この特性により、山の向こう側など目視できない地点へも攻撃を加えることができ、また広範囲の目標を補足することができる。ほぼ垂直で落下することによって、玉柄が縦長で、破片効果によって加害する同種の炸裂弾の中でも、水平面方向への断片の飛散割合は高くなり、加害効率が高くなる。航空機は重量制限から多くは非走行で薄弱だが、 その分機体構造によっては、鉄鋼弾を多数浴びせても突き抜けるだけで容易に有効打にならない場合もある。このため、対空砲や航空機関砲は、小口径鉄鋼弾の多数の連射を浴びせるものと、比較的大口径で、主に榴弾を使用するものに対別される。高速の航空機を相手にする都合上、対空砲の多くは高所速砲であり、高速飛翔する弾体は、 流三段に近い振る舞いをし、炸裂すると空中で三段銃を撃ったような円錐状の破片弾幕を形成する。また、航空機から爆撃で投下する爆弾も効果の上では流弾にほぼ等しい。砲弾の飛翔部分は玉体とも呼ばれ、一般的な小銃弾の外形を大きくしたような流線形のものが多い。翼を有するものは、 後端部が絞り込まれた類的型であることもあり、迫撃砲もしくは近年の戦車砲のような格好砲の榴弾にこの形状が多い。第一次世界大戦時の榴弾左から 90mm 破片榴弾 120mm 先鉄小遺弾7714型 75mm 高性能爆薬榴弾16型 75mm 破片榴弾炸裂弾の加害は、 爆風効果と破片効果に対別される。爆風効果は、作薬の爆号によって生じる衝撃波と火炎によって加害するものであり、加害半径は比較的限定的となる。破片効果は、作薬の爆号によって生じる高圧力に耐えられずに玉柄が破裂し、断片や散弾が試散することで加害する。ほとんどの榴弾は爆風効果より、 破片効果を優先するため、同じ重量では、作薬量を増やすよりも、玉柄を厚くした方が破片が増えて、加害効果が高くなる。破片を遠くまで飛ばすことで、加害半径を拡大できる。破片の初速を高めて、遠くまで飛ばすために、作薬量を増やすのは、ある程度までは有効だが、玉柄厚に比べて、作薬量が過剰になれば破片は微細となり、 質量に比べて空気による抵抗が大きくなり、高所速もすぐに減災されて、加害半径は逆に縮小する。パッシェンデールの戦いで15インチ榴弾砲に、球弾する、英海兵隊砲兵中国で発明され、欧州で、中世の投石機を代替する兵器として、中世から近世にかけて発展してきた、ガンやアティレリー、カノンと呼ばれる大砲は、1500年頃までは、 砲弾に丸い石を使用していた。この頃は、城壁の破壊に使用する他に、敵兵に対して水平に発射し地上を飛び跳ねながら、その隊列をなぎ倒す目的で使用された。石から鉄になっても忠実の砲弾ではそれほど、使用法に変化はなかった。やがて砲弾の中に、黒色火薬を詰めて、銅火線を使って、敵兵の頭上で弾を破裂させる榴弾が作られた。 この原型は、現行の際の鉄はうにすでに見られる。この、鉄はうは、外方が陶磁器で内部に、金属片を混入した、仕込み爆薬の種であり、透析器などにより射出していたものと見られる。榴弾は、空中での爆発だけでなく、地上目標への着弾によって爆発すれば破壊力が高く、照準の精度も緩和できるため、高性能の新艦が開発されると導火線は、 不要となり、火砲の弾薬として、後半に使用されるようになった。GPS と INS によって誘導される J ダム、誘導爆弾のように、M982 エクスカリバーや開発中のエラーラップのような誘導砲弾など、自由落下する火砲の砲弾にも、誘導能力を持つものが現れるようになっている。日本語での、榴弾は、ザクロ弾に由来すると考えられている。 ザクロ弾は熟すと実が裂けるザクロのように弾が割れることから名付けられた。また、手榴弾の英語名であるグレネードがザクロに由来するという理由も考えられる。また榴弾にはザク時に飛散する休憩弾子を作薬とともに多数充填しているものがあり、これの様子がザクロの果実の内部に似ていることからついたとも言われる。 米海兵隊がアラブ首長国連邦国内で行った m 1 9 8 1 5 5トル榴弾砲の実射訓練2 0ト、mm、ル程度以上の口径であれば、弾体に作略を充填できるので、砲の多くが榴弾の発射が可能である。主に榴弾砲、艦砲、球砲、迫撃砲などの局射砲から発射されるが、対空砲、無反動砲、カノン砲、野砲、 戦車砲などの直射砲でも使用される。銃と砲をサイズ区分する式位にはいくつか見解があるが、一つには、口径 20mm が最小の榴弾だったことが理由とされる。一般に中小口径の榴弾は、溶石に占める進汗の割合が大きく、それに圧迫される形で、作薬量が過小である。それゆえ、被害半径が小さく、面性圧には向かなかった。 近年では、プログラム可能な次元進化による空中炸裂によっての欠点を補う試みがなされている。特に戦車用の抗議の榴弾として、対戦車用に装甲間鉄力を高めた整形策薬弾がある。ロケット弾は大柄な弾体の低い初速のためオフ等の影響を受けやすく弾道が不安定で、命中、直撃を要する運動エネルギー弾には不向きである。 ことから、面で加害する銃弾が主に用いられる。直撃を狙う対戦車ロケットでも運動エネルギーで走行を貫徹し得る速度に達することが難しいため整形作薬弾を用いる。ありがとうございます。